2024年シーズンも終了し、多くの球団はストーブリーグに差し掛かりました。10月24日にはドラフトも開催され、次なる補強イベントとしては FA 戦線が挙げられます。今回は FA 戦線目玉選手である横浜 DeNA ベイスターズの佐野選手の去就について考察します。ニュース要約、まずこのニュースの概要をお伝えしましょう。スポーツ紙の報道によると、 DeNA の佐野啓太選手が今季中に FA 権を取得する見込みとなりました。注目すべきは昨オフの契約更改です。佐野選手は球団からの複数年契約を誇示し、単年契約を選択しました。この背景には FA 権行使の可能性が秘められていたと言われています。もし移籍となれば、間違いなく複数球団による争奪戦となるでしょう。選手情報では、佐野啓太選手のプロフィールを詳しく見ていきましょう。佐野選手は現在に19歳、横浜 DeNA ベイスターズに所属する左打ちの外野手です。2017年にプロ入りし、今年で8年目のシーズンを迎えています。身長 178cm、 体重 88kg と決して大柄ではありませんが、そのバットさばきは秀逸です。昨シーズンは141試合に出場し、打率264、13本塁打、65打点を記録しました。そして今シーズンの最新成績を見てみましょう。9月9日現在で118試合に出場し、打率276、8本塁打、55打点と安定した成績を残しています。より詳しく見ると、449打数124安打、32塁打、出塁率323、長打率396とリーグ上位の数字を残しています。特に二塁打の数の多さが目立ちますね。キャリアハイライトとしては、2020年に首位打者、打率328、2022年に最多安打、161安打のタイトルを獲得。まさにリーグ屈指の安打製造機として知られています。通算成績を見ると、821試合に出場し、打率290、90本塁打、381打点と、その実力は歴然です。8シーズンという比較的短い期間でこれだけの成績を残しているのは、彼の才能と努力の賜物と言えるでしょう。さらに、チームのキャプテンを務めるなど、グラウンド内外でのリーダーシップも高く評価されているんです。若手の育成や、チームの雰囲気づくりにも一役買っているとのことです。このように、佐野選手は打撃技術だけでなく、チーム全体に良い影響を与える選手として、その価値は計り知れません。事態の詳細説明。それでは、佐野選手の FA 権取得に至る経緯と、その背景について詳しく見ていきましょう。まず、FA 権取得の条件について説明します。プロ野球選手が FA 権を取得するには、一軍登録日数が7年以上必要です。佐野選手は2017年にプロ入りし、今季で7年目を迎えます。一軍に順調に定着してきたため、今季中に FA 権取得の条件を満たす見込みなんです。ここで注目したいのが、昨オフの契約更改です。佐野選手は球団からの複数年契約のオファーを誇示し、単年契約を選択しました。この背景には、FA 権取得後の選択肢を広げる意図があったと推測されています。つまり、佐野選手は自身の価値を最大限に高めた上で、FA 権を行使する可能性を視野に入れていたということですね。では、佐野選手の価値とは何でしょうか。まず挙げられるのは、その打撃の安定感です。リーグ屈指の安打製造機として知られる佐野選手は、常にリーグトップクラスの打率を維持しています。さらに、外野手としての守備力も安定しており、オールラウンドな活躍が期待できます。そして忘れてはならないのが、キャプテンとしてのリーダーシップです。チームを引っ張る存在として、その価値は計り知れません。一方、DeNA の現状も見ておく必要があります。ここ数年、DeNA は A クラス入りを果たすものの、リーグ優勝には届いていません。また、球団の方針としてエンターテインメント性を重視する姿勢が目立ちます。これに関して、球場演出やファンサービスが選手の負担になっているとの指摘もあるんです。このような状況下で、佐野選手の移籍の可能性が取り沙汰されています。佐野選手には日本一への強い思いがあると言われていますが、DeNA がその思いに応えられるかが鍵となるでしょう。つまり、DeNA が勝つための本気度を示せるかどうかが、佐野選手の決断を左右する可能性が高いんです。そして、他球団の動きも見逃せません。特に巨人が最も熱心だと言われています。外野手では若手が育ちつつあるものの、即戦力となる佐野選手の獲得に強い興味を示しているようです。さらに、パリーグの球団も佐野選手に注目しています。指名打者制のあるパリーグでは、佐野選手の打撃能力をフルに活かせる可能性があるからです。実は、今オフの FA 市場全体が活性化する可能性も指摘されています。佐野選手以外にも多くの実力者が FA 権を取得する見込みで、各球団の監督交代など体制の変更も予想されています。そんな中、佐野選手の動向が市場全体に大きな影響を与えるかもしれません。
このように佐野選手の FA 権取得は単なる一選手の問題ではなく、プロ野球界全体に大きな影響を与える可能性を秘めているんです。影響分析では、佐野選手の潜在的な移籍が各方面に与える影響について詳しく分析してみましょう。まず DeNA の影響です。佐野選手は長年チームの主軸として活躍してきました。その彼を失うことは打線の中核を失うことを意味します。さらにチーム方針の再考を迫られる可能性もあります。勝利重視の姿勢をより明確にする必要性が出てくるでしょう。一方で佐野選手の抜けた穴を埋めるべく若手の台頭が期待されます。ここで若手が育てばチームの未来は明るいかもしれません。ただしファンの反応も気になるところです。人気選手の流出に対する失望感は避けられないでしょう。次に移籍先候補球団への影響を見てみましょう。最有力とされる巨人の場合、左の中距離打者として即戦力になることは間違いありません。ただし浅野翔吾ら若手外野手の出場機会への影響は避けられないでしょう。一方でリーダーシップのある選手の加入でチームの一体感が高まる可能性もあります。パリーグ球団に移籍した場合は DH としての起用も考えられます。守備の負担を軽減し打撃に専念させることでさらなる成績向上が期待できます。ただしセリーグとは異なる投手陣への対応が課題となるかもしれません。プロ野球界全体への影響も大きいでしょう。佐野選手の同行型の FA 選手の判断材料になる可能性があります。また高額契約となれば他選手の契約更改にも波及するかもしれません。さらに強豪チームがさらに強化されることで戦力均衡に影響を与える可能性もあります。ファンへの影響も見逃せません。 DeNA ファンにとっては主力選手の流出に対する不安と失望が予想されます。一方移籍先候補球団のファンは大型補強への期待感に湧くでしょう。また野球ファン全般にとってはこのドラマチックな移籍劇への注目度が高まることは間違いありません。メディアの反応も気になるところです。佐野選手の動向が連日のトップニュースとなり移籍報道が過熱する可能性があります。また佐野選手の評価や移籍の是非をめぐる特集企画が増加するかもしれません。最後に他の選手への影響も考えられます。 FE 取得を控えた選手にとっては佐野選手の事例が自身の身体を検討する上で参考になるでしょう。若手選手にとっても FE 制度の重要性や自身のキャリアプランへの意識が高まるかもしれません。このように佐野選手の動向は単に一選手の問題に止まらず、プロ野球界全体に大きな波紋を投げかける可能性を秘めているんです。各球団の補強ポイントからの分析、ここで現在の各球団の補強ポイントから佐野選手の移籍可能性を分析してみましょう。まずセリーグの球団から見ていきます。読売ジャイアンツは左の長打力と外野の若返りを求めています。佐野選手は左打ちの中距離打者として打線に厚みをもたらすことができ、適合性は高いと言えるでしょう。広島東洋カープは中軸打者とベテラン外野手の後継者を探しています。佐野選手はチームの新たな核となる可能性があり、松山雄平選手の後継者としても期待できます。中日ドラゴンズは長打力と外国人依存からの脱却を目指しています。佐野選手は日本人打者として中軸を担える存在であり、チーム改革の象徴となる可能性があります。一方パリーグの球団も佐野選手獲得に興味を示しているようです。オリックス、バファローズは左の中距離打者と DH 候補を求めています。佐野選手は左打者として打線のバランスを整えられ、 DH として打撃に専念できる環境があります。適合性は非常に高いと言えるでしょう。北海道日本ハムファイターズは即戦力の野手とチームの核となる選手を探しています。佐野選手は若手中心のチームで即戦力かつリーダーとして活躍でき、新球場での看板選手となる可能性もあります。福岡ソフトバンクホークスもベテラン外野手の後継者と安定した打者を求めています。佐野選手は柳田悠岐選手の後継者候補として期待でき、勝利至上主義のチームカラーにも合致します。これらの分析から佐野選手の移籍先として最も可能性が高いのは DH 制度を活用できるパリーグの球団、特にオリックスや日本ハムであることがわかります。セリーグでは巨人や広島、中日が積極的に動く可能性が高いでしょう。しかし野球界でよく言われるようにありそうでないのが FA 移籍。佐野選手が DeNA に残留する可能性も十分にあります。球団がどこまで熱意を示し条件面で折り合いがつくか、そして何より佐野選手自身の優勝したいという思いをどのチームが最も満たせるか、それが最終的な決め手になるかもしれません。ネットの反応、さて佐野選手の FA 権取得と移籍の可能性についてファンの反応も様々です。いくつか主なコメントを紹介しましょう。ある DeNA ファンは残ってほしいけど選手の意思を尊重したいと複雑な心境を吐露しています。一方巨人ファンからは打線が熱くなって優勝も見えてくるかもと期待の声が上がっています。パリーグファンからは
DH なら打撃に専念できて、さらに成績が伸びそう、という声も。しかし、FA 行使しても、結局 DeNA に残るんじゃないかな、愛着あるだろうし、トレー制な見方をする人もいます。DeNA の今後を心配する声もあり、佐野選手の穴を埋められる若手はいるのか、DeNA の育成力が試されるね、というコメントも見られました。一方で、やっぱりお金で動くんなら、野球の夢が壊れた気分。と FE 制度自体に疑問を呈する声や、佐野選手の価値を DeNA はもっと認めるべき、チームのようなんだから、と球団の対応を批判する声も聞かれます。これらの反応を見ると、佐野選手の実力と人気の高さが伺えますね。同時に、プロ野球ビジネスの現実に対する複雑な思いも垣間見えます。まとめ、以上、佐野啓太選手の FA 権取得と移籍の可能性について、詳しく見てきました。リーグを代表する打者である佐野選手の動向は、プロ野球界全体に大きな影響を与えることは間違いありません。DeNA にとっては主力選手の流出を防ぐべく、チーム方針の見直しも含めた真剣な対応が求められます。一方、他球団にとっては大型補強のチャンスとなるでしょう。佐野選手自身の決断はもちろん、各球団の動き、そして他の FE 選手への影響など、今後の展開から目が離せません。皆さんは佐野選手の決断をどう予想しますか？コメント欄でぜひ教えてください。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。